カツちゃん、ここなんてとこ。うん、小選閣。松阪市殿町、現在の松阪市福祉会館の跡地にはかつて料理旅館小選閣がありました。写真からは日本建築の大広間でありながら、天井からは西洋のシャンデリアを吊るされるなど、当時の和洋折衷の文化が見て取れます。その小選閣の大広間は松阪の名物とまで称されました。殿町の元武家紀州藩士の末裔内田貢は、先祖伝来の刀剣などを資本に初馬大祭で売られる縁起物ねじりおこしをヒントに、東京浅草で雷おこしを名物として初めて売り出し、浅草土産として大ヒットさせ、その資金をもとに郷里松阪に大正12年1923年、松阪城跡三の丸南東に豪華絢爛な料理旅館小選閣を建てた。企画展では内田貢のひ孫内田雄大さんをお招きし、ミュージアムトークが行われました。はい、それは調べていただいて分かってます。それから考え物っていうのがどんどんどん有名になってます。その中で僕はこれ特にちょっと強調したかったのが、梶井元次郎が松阪でのひと夏の実体験を書き留めた小説「城のある町にて」の作中にも小選閣が登場します。カツちゃん、ここなんてとこ。彼はそんなことを聞いてみた。小選閣。小選閣。うん、小選閣。小選閣。小選閣。